マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。9回1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神フランスは逃げ切りを図ります。9回の表、里崎さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか？まあもう本当に1球1球かなり集中しながらリードしていると思いますね、はい、そうですね、非常に大事な場面となります。アウトコース、空振りです。スライダー決まりました。ノーボール2ストライクです。チェンジアップ外れました。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って8回から登板の梅野がそのままバッターボックスに入ります。ここは代打を出さないといけない場面ですけどね。そうですね、初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目も決まります。変化球、空振り。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね、引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました。同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁、バッターは守備交代から起用されている古賀。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、レフト前へ抜けていく、レフト前ヒット、カープピンチになりました。さあ、そしてバッターボックスにはエスコバーが入っています。さあ、得点圏には同点のランナー、勝利は目前ですから何が何でも抑えないといけませんね。なるほど、そうですね、見送ってボール、これは低めストライク、ワンボールツーストライクです。左方向、ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。